今回も私のやりたいわがまま企画です。付き合うよ、大丈夫。ありがとう。ミニチュアでコース料理を作ります。イエーイ。ミニチュア、ミニチュアショートケーキ見たでしょ。ああ見たけど、 あれ作るのなんかめっちゃ楽しくて、もうちょっとやりたいなって思って。でも楽しそう、正直。うん、めっちゃ楽しかったよ。で、今日作るものは、はい、イタリアン。イタリアーノ、イタリアーノを作ろうと。イタリアラーノ、イタリアラーノを作る。作るよ、作ろう、OK。 じゃあ、早速作っていきましょうか。よし、料理長、一品目は何ですか？マグロのタルタル。マグロのタルタル入ります。オーダーみたいな、はい、このお皿に完成形は乗るわけですよ。ちっさ、ちっさい。シェルクレの型を作る係の人、あとマグロとアボカドを超みじん切りにする人。料理長、はい、シェルクレやりたいです。やりなよ、切るの。じゃあこのサイズに合うシェルクレを作ってください。親指ぐらいかな。え、適当、大丈夫かな。マグロでかっ、楽しい。あ、すごい切れるじゃん。こうやってなんか気づいたら手切ってそう、ちっちゃくて切ったら。いやいや、料理長なんだからちょっとしっかりしてく。料理長、どうした？落としてない。こういう感じかな。グレイ、いいんじゃない。あー、めんどくなってきた。まだ前菜作り終わってないっすよ。そしたらうまいのか。はい、じゃあ味付けいきます。えざっ、せーの、はい、はい、結構入っちゃった、結構入っちゃった今。じゃあ型から外しますか。 OK。 あー、めっちゃ可愛いんですけど。ペットフードに見える。失礼しました。すごいフルコースの、美味しそうな前菜に見えます。ペットフードじゃありません。そうだよ、何言ってんの。ごめんなさい。じゃあ次はメインディッシュ。イタリアンといえばピザ。ピザ、ピーザ、オッケー。これできるかな。ちょっと材料ね、半分くらいで足りる。半分くらい足りる。だってでかすぎるよ、普通のピザになっちゃうから。ごめんなさい。じゃあ半分入れてください。はい、料理長集中。で、こちらミニチュアショートケーキで出てきたこちらを久しぶりに使って。手作り、手作りだよ。うずらの卵をここに割り入れていただけますか。おい、めっちゃ固いから気をつけて。怖い怖い怖いんですけど。おお、出てきた出てきた。じゃあこれを溶いて。あんまり泡立てないで。泡立ててないよ、信じて。ちゃんとは信じられない、まだ信じられない。はい、ヨーグルト全部入れちゃった。まあ大丈夫だよ、ヨーグルトの味になるだけだから。フォローなのかな、うん、あ、でもなんかほらさ、だんだん分かるっぽいよ、馴染んできたんじゃないの。これピザ生地、ピザ生地。このフライパンでピザを焼きます。 DIY かまど。はい、じゃあかまどに火をつけます。はい、かっちゃまん、チャッカマン。はい、弱火で5分。楽しいね。楽しみだよ、正直。楽しみだよね。楽しみだ。2回確認しなくていい。テレレレ、膨らんでますね。すごい。すごいすごい。お、え？え？何これ。待って、何これ。待って。え、怖い。何がどうなって？フライパンにアルミホイルを敷いて、その上にこれを入れて、はいはい、で包もうか。オッケー。それでやってみよう。オッケー。それならできる気がする。ポーン。感じちゃう？ね。おー。ピザソース。トマト。チーズだね。チーズだ。チーズだ。チーズはチーズだね。で最後は主役のモッツァレラ。モッツァレラ。はい。これでチーズが溶けるから5分。5分。5分待ちましょう。じゃあ開けます。どうぞ。おお、思ったよりピザ。ザーピー、美味しそう。バジルなんだけど、うん、
ここにめっちゃミニのバジルあるのよ。ちょうどいいじゃん。ほら、じゃあそれ使おうぜ。これ使おう。モッツァレラとの隙間に。かわいい。うわー。最後はティラミス。ティラミス、まあ、体力仕事なんですよ、ティラミスは。あ、そうなんですか。初めて聞きました。はい、生クリームを泡立てる人。お、やる？やる。私すごいやりたくなかったから嬉しい。 ASMR カシャカシャ。曲がった。どんどん曲がっていくんだけど、どうしたのこれ。どうしよう。地味な光景すぎる。泡立てるのつらい。ねえ、ひどいんですけど。怖くないで。なんで俺の泡立たないんだよ。お湯冷めた。待って、やってる間に。ティラミスがさ、食べれるって言うからさ、俺この企画にさ、賛同したのにさ、何この、この重労働、俺聞いてないよ。レシピ見なよ。書いてあるし。何その泡立て器、やばいんですけど。もう原型とどめてない。よく頑張ったよ、泡立て器。ありがとう、あとは頑張ったんだ。もう共同作業していかないと間に合わない。初めての共同作業。いや、でかいかな。でかい？かしみ。はい。こうでしょ。あ、お、いいじゃん。黒。大丈夫かな。もうちょいしみしみさせますか。ワンモーしみしみ。ワンモーしみしみ。じゃあクリーム入れる？クリーム入れようか。埋まっていくそう。あらー、いいじゃない。レッドしみしみ、レッドしみしみ。これティラミスじゃない？こんなティラミス初めて見たよね。100分の1ティラミス。なんかもうミニチュアサッカー。2人はミニチュア。聞いたことあるな。はい、そしたらココアタイム。そんな上からやんの？はい、ティラミスだ。かわいい。ジャバダダバダバダシャバダバダ。うん、何年ものかな。じゃあまず前菜の、はい、マグロとアボカドのタルタル、はい、いただきましょう。いただきます。スプーンちっちゃい。取れない取れない。ちっちゃすぎて味感じなくない？ちょっと味感じないな。うん、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 うまい。うん、やっぱミニチュアでも一気に食べた方が美味しいね。美味しいね。うん、じゃあ次。うん、美味しい。メインディッシュのピザ。ザ・ピザ・ピザ。いや、意外ともう無残にもみたいな感じになっちゃった。マルゲリータの匂い。うん、ね、マルゲリータ、ね、マルゲリータ、うん、普通にマルゲリータ、マルゲリータ思ったより。なんかさ、だんだんお腹満足してきてない？ね、ちょっと満足してきたね、うん、多分なんか脳が騙されてて、うん、お前はいっぱい食べてんだよっていう。わかるわかる。じゃあデザート、これはね、一番うまくできたよね、多分。うん、めっちゃかわいい。かわいい、かわいい。ティラミスだ。あと100倍くらい食べたい。なんでこれしかないの。ごちそうさまでした。あ、お腹いっぱい。脳はお腹いっぱいいってるけど、俺の体はまだ食べたい。わかる。よくできたよね。うん、見た目すごい、再現度がすごかった。あ、この後ファーストフードでめっちゃ効果な、なんかリバウンドみたいな。リバウンド、リバウンドっていうか、だって元取れてないもん。確かに。一口ももう普通に合計しても一口分食ってないからね。本当だね。